注文の多い料理店。宮沢賢治。朗読、久保田仁。二人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を2匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。全体ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早くタターンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに2、3発お見舞い申したら随分痛快だろうね。くるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうね。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっと間をついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいので、その白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなって、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2400円の損害だと一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だと、もう一人が悔しそうに頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ、僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし、戻ろうと思う。それじゃあ、これで切り上げよう。なあに、戻りに昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいい。ウサギも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところが、どうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、一向に見当がつかなくなっていました。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹がすいた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。歩きたくないよ。ああ、困ったな。何か食べたいな。食べたいもんだな。二人の紳士は、ざわざわ鳴るすすきの中で、こんなことを言いました。その時、ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関には、レストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫軒という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けてるんだ。入ろうじゃないか。おや、こんなとこにおかしいね。しかし、とにかく何か食事ができるんだろう。もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸のレンガで組んで実に立派なもんです。そしてガラスの開き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこでひどく喜んで言いました。こいつはどうだ。やはり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだぜ。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。二人は通をして中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。
ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの戸がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその戸を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。そらそうだ。見たまえ、東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう。二人は言いながらその戸を開けました。するとその裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは全体どういうんだ。一人の紳士は顔をしかめました。うん、これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめんくださいと、こういうことだ。そうだろう。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことは、また戸が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。戸には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてくださいと書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして互いに寄り添って戸をガタンと開けて次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした。戸の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と玉をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど、鉄砲を持って物を食うという法はない。いや、よほど偉い人が始終来てるんだ。二人は鉄砲を外し、帯皮を解いて、それを台の上に置きました。また黒い戸がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。どうだ、取るか。仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを首にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて戸の中に入りました。戸の裏側にはネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてくださいと書いてありました。戸のすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。はは、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない、ことに尖ったものは危ないと、こう言うんだろう。そうだろう。してみると勘定は帰りにここで払うのだろうか。
どうもそうらしい。そうだきっと。二人は眼鏡を外したりカフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました。少し行きますとまた戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。戸にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだ？これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来ている。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側にはクリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたかと書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。するとすぐその前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は戸を開けて中に入りました。戸の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょ。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど、立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは向こうがこっちへ注文してるんだよ。だからさ、西洋料理店というのは僕の考えるところでは西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちと、こういうことなんだ。これはそのつまり僕らがガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。その僕らがガタ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 震え出してもう物が言えませんでした。逃げ。ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたが、どうです、戸はもう一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚戸があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いやー、わざわざご苦労様です。大変結構にできました。さあさあ、お中にお入りくださいと書いてありました。
おまけに鍵穴からはキョロキョロ二つの青い目玉がこっちを覗いています。うわあ、ガタ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 、うわあ、ガタ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 、二人は泣き出しました。すると戸の中ではこそこそこんなことを言っています。ダメだよ、もう気がついたよ、塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ、親分の書きようがまずいんだ。あそこへいろいろ注文が多くてうるさかったでしょ、お気の毒でした、なんて間抜けたことを書いたもんだ。どっちでもいいよ、どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだけれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。呼ぼうか、呼ぼう。おい、お客さん方、早くいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて真っ白なお皿に乗せるだけです。早くいらっしゃい。へえ、いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラドはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中ではふっふっと笑ってまた叫んでいます。いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま、じき持ってまいります。さあ早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方がもうナフキンをかけてナイフを持って舌なめずりしてお客様方を待っていられます。二人は泣いて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 泣きました。その時後ろからいきなりボンボンゴワーという声がして、あの白熊のような犬が2匹戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはうーうーとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声ワンと高く吠えていきなり次の戸に飛びつきました。戸はがたりと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その戸の向こうの真っ暗闇の中で、にゃお、くわ、ゴロゴロという声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふうとうなって戻ってきました。そして後ろからは、旦那、旦那と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、おいおい、ここだぞ、早く来いと叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかしさっき一変紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰ってもお湯に入ってももう元の通りに治りませんでした。ザ・ナレーター・アカデミー、これまでになかったオンラインナレーションスクール、現在受講生募集中。講師は久保田仁志をはじめとした現役プロナレーターたち。
終了後は実力次第で仕事に結びつくシステムも。声の仕事をしたいあなた、ナレーターアカデミー人福で検索。座敷ぼっこの話、宮沢賢治。僕らの方の座敷ぼっこの話です。明るい昼間、みんなが山へ働きに出て、子供が二人庭で遊んでおりました。大きな家に誰もおりませんでしたから、そこらはシーンとしています。ところが、家のどこかの座敷でざわざわっとほうきの音がしたのです。二人の子供はお互い肩にしっかりと手を組み合ってこっそり行ってみましたが、どの座敷にも誰もいず、刀の箱もひっそりとして、垣根のヒノキがいよいよ青く見えるきり、誰もどこにもいませんでした。ざわざわっとほうきの音が聞こえます。遠くのモズの声なのか、北上川の瀬の音か、どこかで豆を見にかけるのか、二人でいろいろ考えながら黙って聞いてみましたが、やっぱりどれでもないようでした。確かにどこかでざわざわっとほうきの音が聞こえたのです。もう一度こっそり座敷を覗いてみましたが、どの座敷にも誰もいず、ただお日様の光ばかりそこら一面明るく降っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。大道めぐり、大道めぐり、一生懸命こう叫びながら、ちょうど10人の子供らが両手をつないで丸くなり、ぐる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 座敷の中を回っていました。どの子もみんなそのうちのお振る舞いに呼ばれてきたのです。ぐる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 回って遊んでおりました。そしたらいつか11人になりました。一人も知らない顔がなく、一人も同じ顔がなく、それでもやっぱりどう数えても11人だけおりました。その増えた一人が座敷ぼっこなのだぞと大人が出てきて言いました。けれども誰が増えたのか、とにかくみんな自分だけはどうしても座敷ぼっこでないと一生懸命目を張ってきちんと座っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。それからまたこういうのです。ある大きな本家では、いつも旧の8月の初めに如来様のお祭りで分家の子供らを呼ぶのでしたが、ある年その一人の子がはしかにかかって休んでいました。如来さんの祭りへ行きたい、如来さんの祭りへ行きたいと、その子は寝ていて毎日毎日言いました。祭り伸ばすから早くよくなれ。本家のおばあさんが見舞いに行って、その子の頭をなでて言いました。その子は9月によくなりました。そこでみんなは呼ばれました。ところが他の子供らは今まで祭りを伸ばされたり、鉛のうさぎを見舞いに取られたりしたので、なんとも面白くなくてたまりませんでした。あいつのためにひどい目にあった、もう今日は来てもどうしたって遊ばないぞと約束しました。おお、来たぞ来たぞ。みんなが座敷で遊んでいた時、にわかに一人が叫びました。よし隠れろ。みんなは次の小さな座敷へ駆け込みました。そしたらどうです、その座敷の真ん中に、今やっと来たばっかりのはずのあのはしかを病んだ子が
まるっきり痩せて青ざめて、泣き出しそうな顔をして、新しい熊のおもちゃを持ってきちんと座っていたのです。座敷ぼっこだ、一人が叫んで逃げ出しました。みんなもわーっと逃げました。座敷ぼっこは泣きました。こんなのが座敷ぼっこです。また北上川の老明寺の淵の渡し森がある日私に言いました。旧暦8月17日の晩、オラは酒飲んで早く寝た。おーい、おーい、と向こうで呼んだ。起きて小屋から出てみたら、お月様はちょうど空のてっぺんだ。おいらは急いで船出して向こうの岸に行ってみたらば、紋付きを着て刀を刺し、袴を履いたきれいな子供だ。たった一人で白尾の草履も履いていた。渡るかと言ったら、頼むと言った。子供は乗った。船が真ん中ごろに来た時、オラは見ないふりしてよく子供を見た。きちんと膝に手を置いて空を見ながら座っていた。お前さん、今からどこへ行く？どこから来た？って聞いたらば、子供は可愛い声で答えた。そこの笹田のうちに随分長くいたけれど、もう飽きたから他へ行くよ。なぜ飽きたね？って聞いたらば、子供は黙って笑っていた。どこへ行くね？ってまた聞いたらば、さらきの斎藤へ行くよ、と言った。岸に着いたら子供はもういず、オラは小屋の入り口に腰掛けていた。夢だかなんだかわからない。けれどもきっと本当だ。それから笹田が落ちぶれて、さらきの斎藤では病気もすっかり治ったし、息子も大学を終わったし、めきめき立派になったから。こんなのが座敷ぼっこです。山梨、宮沢賢治。小さな谷川の底を映した二枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ、クラムボンはカプカプ笑ったよ、クラムボンは跳ねて笑ったよ、クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ、クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポッと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。つーっと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ、クラムボンは殺されたよ、クラムボンは死んでしまったよ、殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。
クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからは、まっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また神の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた神から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ヒレも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに魚の白い腹がギラッと光って一変翻り上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹はまるで声も出ず居すくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今、おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかしそいつは鳥だよ。カワセミというんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いお父さん。いいいい、大丈夫だ。心配するな。そら、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよお父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月、カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう、辺りはしんとして
ただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので眠らないで外に出てしばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さんわざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろう。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。そら。ねえ、大きいだろう。大きかないや、同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい。そら。やっぱり僕の方大きいよ。ほんとかい？じゃあもう一つ吐くよ。ダメだい、そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ、遅いぞ。明日イサドへ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちの泡どっち大きいの？それは兄さんの方だろう。そうじゃないよ、僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、とぶん、黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んでまた上へ登っていきました。キラキラッと金のブチが光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばしてよくよく見てから言いました。そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ、ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど、そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。三匹はぼかぼか流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。おいしそうだね、お父さん。待て待て、もう二日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから。さあもう帰って寝よう。おいで。親子のカニは三匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の幻灯はこれでおしまいであります。なめとこ山の熊、宮沢賢治。なめとこ山の熊のことなら面白い。なめとこ山は大きな山だ。淵沢川はなめとこ山から出てくる。なめとこ山は一年のうち大抵の日は冷たい霧か雲かをすったり吐いたりしている。
周りもみんな青黒いナマコや海坊主のような山だ。山の中頃に大きな洞穴がガランと開いている。そこから淵沢川がいきなり300尺ぐらいの滝になって、ヒノキや板屋の茂みの中をゴーと落ちてくる。中山街道はこの頃は誰も歩かないから、吹きや板取りがいっぱいに生えたり、牛が逃げて登らないように柵を道に立てたりしているけれども、そこをガサガサ三里ばかり行くと、向こうの方で風が山の頂を通っているような音がする。気をつけてそっちを見ると、なんだかわけのわからない白い細長いものが山を動いて落ちて煙を立てているのがわかる。それがなめとこ山の大空滝だ。そして昔はその辺には熊がごちゃごちゃいたそうだ。本当はなめとこ山も熊の井も私は自分で見たのではない。人から聞いたり考えたりしたことばかりだ。間違っているかもしれないけれども、私はそう思うのだ。とにかくなめとこ山の熊の井は名高いものになっている。腹の痛いのにも効けば傷も治る。鉛の湯の入り口に、なめとこ山の熊の井ありという昔からの看板もかかっている。だからもう熊はなめとこ山で赤い舌をベロベロ吐いて谷を渡ったり、熊の子供らが相撲を取っておしまいポカポカ殴り合ったりしていることは確かだ。熊取りの名人の淵沢小十郎がそれを片っ端から取ったのだ。淵沢小十郎は菅目の赤黒いゴリゴリした親父で、胴は小さな薄ぐらいはあったし、手のひらは北島の毘沙門さんの病気を治すための手形ぐらい大きく厚かった。小十郎は夏ならまだの川でこさえたケラを着て、半履きを履き、正番の使うような山刀など、ポルトガル伝来というような大きな重い鉄砲を持って、たくましい黄色な犬を連れて、なめとこ山から白毛沢から三つ又から堺井の山から真宮穴森から白沢から、まるで縦横に歩いた。木がいっぱい生えているから、谷を登っているとまるで青黒いトンネルの中を行くようで、時にはパッと緑と金色に明るくなることもあれば、そこら中が花が咲いたように日光が落ちていることもある。そこを小十郎がまるで自分の座敷の中を歩いているというふうで、ゆっくりのっしのっしとやっていく。犬は先に立って崖を横ばいに走ったり、ざぶんと水に駆け込んだり、縁のノロノロした気味の悪いとこをもう一生懸命に泳いで、やっと向こうの岩に登ると、体をブルブルっとして毛を立てて水をふるい落とし、それから鼻をしかめて主人の来るのを待っている。小十郎は膝から上にまるで屏風のような白い波を立てながら、コンパスのように足を抜き差しして口を少し曲げながらやってくる。そこであんまりいっぺんに行ってしまって悪いけれども、なめとこ山あたりの熊は小十郎を好きなのだ。その証拠には熊どもは小十郎がぼちゃぼちゃ谷をこいだり、谷の岸の細い平らないっぱいにアザミなどの生えているところを通るときは黙って高いとこから見送っているのだ。木の上から両手で枝に取り付いたり、崖の上で膝を抱えて座ったりして面白そうに小十郎を見送っているのだ。まったく熊どもは小十郎の犬さえ好きなようだった。いくら熊どもだって
すっかり小十郎とぶつかって、犬がまるで火のついた鞠のようになって飛びつき、小十郎が目をまるで変に光らして鉄砲をこっちへ構えることはあんまり好きではなかった。その時は大抵の熊は迷惑そうに手を振ってそんなことをされるのを断った。けれども熊もいろいろだから、気の激しいやつならゴーゴー吠えて立ち上がって、犬などはまるで踏みつぶしそうにしながら小十郎の方へ両手を出してかかっていく。小十郎はぴったり落ち着いて木を縦にして立ちながら、熊の突きの輪をめがけてズドンとやるのだった。すると森までガガーッと叫んで、熊はドタッと倒れ、赤黒い血をドクドク吐き、鼻をクンクン鳴らして死んでしまうのだった。小十郎は鉄砲を木へ立てかけて、注意深くそばへ寄ってきて、こういうのだった。熊、俺は手前を憎くて殺したのでねえんだぞ。俺も商売なら、てめえも打たなきゃならねえ。他の罪のねえ仕事をしてんだが、畑はなし、木はお上のものに決まったし、里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに漁師なぞ知るんだ。てめえも熊に生まれたが因果なら、俺もこんな商売が因果だ。やい、この次には熊なんぞに生まれなよ。その時は犬もすっかりしょぎ返って、目を細くして座っていた。何せこの犬ばかりは、小十郎が四十の夏、うち中みんな赤痢にかかって、とうとう小十郎の息子とその妻も死んだ中に、ピンピンして生きていたのだ。それから小十郎は、懐から研ぎ澄まされた小刀を出して、熊の顎のところから胸から腹へかけて、皮をスーッと裂いていくのだった。それから後の景色は、僕は大嫌いだ。けれども、とにかくおしまい小十郎が、真っ赤な熊の胃を背中の木の室に入れて、血で毛がボトボト房になった毛皮を谷で洗って、くるくる丸め背中に背負って、自分もぐんなりした風で谷を下っていくことだけは確かなのだ。小十郎はもう熊の言葉だってわかるような気がした。ある年の春早く、山の木がまだ一本も青くならない頃、小十郎は犬を連れて白沢をずっと登った。夕方になって小十郎は、ばっかい沢へ越える峰になったところへ、去年の夏こさえた笹小屋へ泊まろうと思って、そこへ登っていった。そしたらどういう加減か、小十郎の柄にもなく、登り口を間違ってしまった。何遍も谷へ降りて、また登り直して、犬もヘトヘトに疲れ、小十郎も口を横に曲げて息をしながら、半分崩れかかった去年の小屋を見つけた。小十郎がすぐ下に湧き水のあったのを思い出して、少し山を降りかけたら、驚いたことは、母親とやっと一歳になるかならないような子熊と二匹、ちょうど人が額に手を当てて遠くを眺めるといったふうに、淡い6日の月光の中を、向こうの谷をしげしげ見つめているのにあった。小十郎はまるでその二匹の熊の体から五光が差すように思えて、まるで釘付けになったように立ち止まってそっちを見つめていた。すると子熊が甘えるように言ったのだ。どうしても雪だよ。谷のこっち側だけ白くなっているんだもの。どうしても雪だよ、おっかさん。すると母親の熊はまだしげしげ見つめていたが、やっと言った。
雪でないよ。あそこへだけ降るはずがないんだもの。子熊はまた言った。だから溶けないで残ったのでしょ。いいえ、おっかさんはアザミの目を見に昨日あそこを通ったばかりです。小十郎もじっとそっちを見た。月の光が青白く山の斜面を滑っていた。そこがちょうど銀の鎧のように光っているのだった。しばらくたって子熊が言った。雪でなきゃ霜だね。きっとそうだ。本当に今夜は霜が降るぞ。お月様の近くでコキエもあんなに青く震えているし、大地お月様の色だってまるで氷のようだ。小十郎が一人で思った。お母様は分かったよ。あれはね、引き桜の花。なんだ、引き桜の花だい。僕知ってるよ。いいえ、お前まだ見たことありません。知ってるよ。僕この前取ってきたもの。いいえ、あれは引き桜ではありません。お前取ってきたのキササギの花でしょ。そうだろうか。子熊はとぼけたように答えました。小十郎はなぜかもう胸がいっぱいになって、もういっぺん向こうの谷の白い雪のような花と余念なく月光を浴びている親子の熊をちらっと見て、それから音を立てないようにこっそりこっそり戻り始めた。風があっちへ行くな行くなと思いながら、そろそろと小十郎は後ずさりした。黒文字の木の匂いが月の明かりと一緒にスーッと刺した。ところがこの豪儀な小十郎が町へ熊の皮と肝を売りに行く時の惨めさといったら全く気の毒だった。町の中ほどに大きな荒物屋があって、ザルだの砂糖だの砥石だの金天狗やカメレオン印のタバコだの、それからガラスのハエ取りまで並べていたのだ。小十郎が山のように毛皮を背負ってそこの敷居を一足またぐと、店ではまた来たかというように薄笑っているのだった。店の次の間に大きな空金の火鉢を出して主人がどっかり座っていた。旦那さん、センコロはどうもありがとうござんした。あの山では主のような小十郎は毛皮の荷物を横に下ろして丁寧に敷板に手をついて言うのだった。ああどうも、今日は何のご用です。熊の皮また少し持ってきたます。熊の皮か。この前のもまだあのまましまってあるし、今日はまんず言います。旦那さん、そう言わないでどうか買ってくんなさい。安くても言います。なんぼ安くてもいらないます。主人は落ち着き払ってキセルをタンタンと手のひらへ叩くのだ。あの豪儀な山の中の主の小十郎はこう言われるたびにもうまるで心配そうに顔をしかめた。何せ小十郎のとこでは山には栗があったし、後ろのまるで少しの畑からは稗が取れるのではあったが、米などは少しもできず味噌もなかったから、90になる年寄りと子供ばかりの7人家内に持っていく米はごくわずかずつでもいったのだ。里の方のものなら朝も作ったけれども、小十郎のとこではわずか富士鶴で編む入れ物のほかに布にするようなものは何にもできなかったのだ。
小十郎はしばらくたってから、まるでしわがれたような声で言ったもんだ。旦那さん、お願いだます。どうか、なんぼでもいいはんで、買ってくない。小十郎はそう言いながら、改めてお辞儀さえしたもんだ。主人は黙ってしばらく煙を吐いてから、顔の少しでにかにか笑うのをそっと隠して言ったもんだ。言います。おいでお出れ。じゃあ平助、小十郎さんさ、二円あげろじゃ。店の平助が大きな銀貨を四枚小十郎の前へ座って出した。小十郎はそれを押しいただくようにしてニカニカしながら受け取った。それから主人は今度はだんだん機嫌が良くなる。じゃあおきの、小十郎さんさ一杯あげろ。小十郎はこの頃はもう嬉しくてワクワクしている。主人はゆっくりいろいろ話す。小十郎はかしこまって山の模様や何か申し上げている。間もなく台所の方からお膳できたと知らせる。小十郎は半分辞退するけれども、結局台所のとこへ引っ張られていって、また丁寧な挨拶をしている。間もなく塩引きの鮭の刺身やイカの切り込みなどと酒が一本、黒い小さな膳に乗ってくる。小十郎はちゃんとかしこまってそこへ腰掛けて、イカの切り込みを手の甲に乗せてペロリと舐めたり、うやうやしく黄色な酒を小さなチョコについだりしている。いくら物価の安い時だって、熊の毛皮二枚で二円はあんまり安いと誰でも思う。実に安いし、あんまり安いことは小十郎でも知っている。けれども、どうして小十郎は、そんな町の荒物屋なんかへでなしに、他の人へどしどし売れないか。それはなぜか、大抵の人にはわからない。けれども日本では、狐犬というものもあって、狐は漁師に負け、漁師は旦那に負けると決まっている。ここでは、熊は小十郎にやられ、小十郎が旦那にやられる。旦那は町のみんなの中にいるからなかなか熊に食われない。けれどもこんな嫌なずるい奴らは世界がだんだん進歩すると一人で消えてなくなっていく。僕はしばらくの間でもあんな立派な小十郎が二度と面も見たくないような嫌な奴にうまくやられることを書いたのが実に尺に触ってたまらない。こんな風だったから、小十郎は熊どもは殺してはいても、決してそれを憎んではいなかったのだ。ところが、ある年の夏、こんなようなおかしなことが起こったのだ。小十郎が、谷をバチャバチャ渡って一つの岩に登ったら、いきなりすぐ前の木に大きな熊が猫のように背中を丸くしてよじ登っているのを見た。小十郎はすぐ鉄砲を突きつけた。犬はもう大喜びで木の下に行って木の周りを激しく馳せ巡った。すると木の上の熊はしばらくの間降りて小十郎に飛びかかろうか、そのまま撃たれてやろうか、思案しているらしかったが、いきなり両手を木から離して、どたりと落ちてきたのだ。小十郎は油断なく銃を構えて、撃つばかりにして近寄っていったら、熊は両手を上げて叫んだ。お前は何が欲しくて俺を殺すんだ。ああ、俺はお前の毛皮と着物ほかには何にもいらない。それも町へ持って行ってひどく高く売れるというのではないし。本当に気の毒だけれども、やっぱり仕方ない。
けれども、お前に今頃そんなことを言われると、もう俺などは何か栗かシダのみでも食っていて、それで死ぬなら俺も死んでもいいような気がするよ。もう2年ばかり待ってくれ。俺も死ぬのはもう構わないようなもんだけれども、少しし残した仕事もあるし、ただ2年だけ待ってくれ。2年目には俺もお前の家の前でちゃんと死んでいてやるから、毛皮も胃袋もやってしまうから。小十郎は変な気がして、じっと考えて立っていました。熊はその暇に足裏を全体地面につけてごくゆっくりと歩き出した。小十郎はやっぱりぼんやり立っていた。熊はもう小十郎がいきなり後ろから鉄砲を撃ったり決してしないことがよくわかっているというふうで、後ろも見ないでゆっくりゆっくり歩いていった。そしてその広い赤黒い背中が木の枝の間から落ちた日光にちらっと光ったとき、小十郎は、と切なそうにうなって、谷を渡って帰り始めた。それからちょうど2年目だったが、ある朝、小十郎があんまり風が激しくて、木も垣根も倒れただろうと思って外へ出たら、ヒノキの垣根はいつものように変わりなく、その下のところに始終見たことのある赤黒いものが横になっているのでした。ちょうど2年目だし、あの熊がやってくるかと少し心配するようにしていた時でしたから、小十郎はドキッとしてしまいました。そばに寄ってみましたら、ちゃんとあのこの前の熊が口からいっぱいに血を吐いて倒れていた。小十郎は思わず拝むようにした。1月のある日のことだった。小十郎は朝家を出るとき、今まで言ったことのないことを言った。ばさま、俺も年取ったでばな。今朝まず生まれで初めて水へ入るのやんだような気がするじゃ。すると縁側の日向で糸を紡いでいた90になる小十郎の母は、その見えないような目を上げてちょっと小十郎を見て、何か笑うか泣くかするような顔つきをした。小十郎はわらじを祝えて、うんとこさと立ち上がって出かけた。子供らは代わる代わる馬屋の前から顔を出して、じいさん、早くお出やと言って笑った。小十郎は真っ青なつるつるした空を見上げて、それから孫たちの方を向いて、行ってくるじゃいと言った。小十郎は、真っ白な片雪の上を白沢の方へ登っていった。犬はもう息をハーハーし、赤い舌を出しながら走っては止まり、走っては止まりしていった。間もなく小十郎の影は丘の向こうへ沈んで見えなくなってしまい、子供らは冷えの藁で振り付きをして遊んだ。小十郎は白沢の岸を登っていった。水は真っ青に淵になったり、ガラス板を敷いたように凍ったり、つららが何本も何本も数珠のようになってかかったり、そして両岸からは赤と黄色の真弓の実が花が咲いたようにのぞいたりした。小十郎は自分と犬との影帽子がちらちら光り、カバの幹の影と一緒に雪にかっきり青色の影になって動くのを見ながら登っていった。
白沢から峰を一つ越えたところに一匹の大きなやつが住んでいたのを夏のうちに訪ねておいたのだ。小十郎は谷に入ってくる小さな支流を五つ越えて何べんも何べんも右から左、左から右へ水を渡って遡っていった。そこに小さな滝があった。小十郎はその滝のすぐ下から長根の方へかけて登り始めた。雪はあんまりまばゆくて燃えているくらい。小十郎は目がすっかり紫の眼鏡をかけたような気がして登っていった。犬はやっぱりそんな崖でも負けないというようにたびたび滑りそうになりながら雪にかじりついて登ったのだ。やっと崖を登りきったら、そこはまばらに栗の木の生えたごく緩い斜面の平らで、雪はまるで冠水石というふうにギラギラ光っていたし、周りをずっと高い雪の峰がニョキニョキ突っ立っていた。小十郎がその頂上で休んでいた時だ。いきなり犬が火のついたように吠え出した。小十郎がびっくりして後ろを見たら、あの夏に目をつけておいた大きな熊が両足で立ってこっちへかかってきたのだ。小十郎は落ち着いて足を踏ん張って鉄砲を構えた。熊は棒のような両手をびっこに上げてまっすぐに走ってきた。さすがの小十郎もちょいと顔色を変えた。ピシャッというように鉄砲の音が小十郎に聞こえた。ところが熊は少しも倒れないで嵐のように黒く揺らいでやってきたようだった。犬がその足元に噛みついたと思うと、小十郎はガーンと頭が鳴って周りが一面真っ青になった。それから遠くでこういう言葉を聞いた。おう、小十郎、お前を殺すつもりはなかった。もう俺は死んだと小十郎は思った。そしてチラ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 青い星のような光がそこら一面に見えた。これが死んだ印だ。死ぬとき見る日だ。熊ども、許せよ。と、小十郎は思った。それから後の小十郎の心持ちは、もう私にはわからない。とにかく、それから三日目の晩だった。まるで氷の玉のような月が空にかかっていた。雪は青白く明るく、水は輪郭を上げた。スバルや真の星が緑や橙にちらちらして呼吸をするように見えた。その栗の木と白い雪の峰々に囲まれた山の上の平らに、黒い大きなものがたくさん輪になって集まって、おのおの黒い影を置き、ふいふい京都の祈る時のようにじっと雪にひれ伏したまま、いつまでもいつまでも動かなかった。そして、その雪と月の明かりで見ると、一番高いとこに小十郎の死骸が半分座ったようになって置かれていた。思いなしか、その死んで凍えてしまった小十郎の顔は、まるで生きている時のようにさえざえして、何か笑っているようにさえ見えたのだ。本当にそれらの大きな黒いものは、真の星が天の真ん中に来ても、もっと西へ傾いても、じっと化石したように動かなかった。ザ・
ナレーターアカデミー。これまでになかったオンラインナレーションスクール、現在受講生募集中。講師は久保田仁をはじめとした現役プロナレーターたち。修了後は実力次第で仕事に結びつくシステムも。声の仕事をしたいあなた、ナレーターアカデミー人福で検索。賢獣講演林、宮沢賢治。賢獣はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした。雨の中の青い藪を見ては喜んで目をパチパチさせ、青空をどこまでもかけてゆく鷹を見つけては跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせました。けれどもあんまり子供らが賢獣をバカにして笑うものですから、賢獣はだんだん笑わないふりをするようになりました。風がどうと吹いてブナの葉がちらちら光るときなどは、賢獣はもう嬉しくて嬉しくて一人でに笑えて仕方ないのを無理やり大きく口を開き、はあはあ息だけついてごまかしながら、いつまでもいつまでもそのブナの木を見上げて立っているのでした。時にはその大きく開いた口の横脇をさもかゆいようなふりをして指でこすりながら、はあはあ息だけで笑いました。なるほど、遠くから見ると賢獣は口の横脇をかいているか、あるいはあくびでもしているかのように見えましたが、近くではもちろん笑っている息の音も聞こえましたし、唇がピクピク動いているのもわかりましたから、子供らはやっぱりそれもバカにして笑いました。おっかさんに言いつけられると賢獣は水を500杯でも汲みました。一日一杯畑の草も取りました。けれども賢獣のおっかさんもお父さんもなかなかそんなことを賢獣に言いつけようとはしませんでした。さて、賢獣の家の後ろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原がまだ畑にならないで残っていました。ある年、山がまだ雪で真っ白く、野原には新しい草も芽を出さないとき、賢獣はいきなり田打ちをしていた家の人たちの前に走ってきて言いました。おが、おらさ、杉苗700本買ってけろ。賢獣のおっかさんは、キラキラの三本グワを動かすのをやめて、じっと賢獣の顔を見て言いました。杉苗700度、どこさ植えらい。うちの後ろの野原さ。その時賢獣の兄さんが言いました。賢獣、あそこは杉植えても拝らないところだ。それより少し種も打ってすけろ。賢獣は決まり悪そうにもじもじして下を向いてしまいました。すると賢獣のお父さんが向こうで汗を拭きながら体を伸ばして、買ってやれ買ってやれ、賢獣は今まで何一つだて頼んだことはないがったもの、買ってやれと言いましたので、賢獣のお母さんも安心したように笑いました。賢獣はまるで喜んですぐにまっすぐに家の方へ走りました。そして納屋から遠具輪を持ち出してポクリポクリと芝を起こして杉苗を植える穴を掘り始めました。賢獣の兄さんが後を追ってきてそれを見て言いました。賢獣、杉は植えるとき掘らないばわかんないんだじゃ。明日まで待て、俺苗買ってきてやるから。賢獣は決まり悪そうに桑棒を置きました。次の日、空はよく晴れて山の雪は真っ白に光り、ひばりは高く高く登ってちいちくちいちくやりました。
そして賢獣はまるでこらえきれないようにニコニコ笑って、兄さんに教えられたように今度は北の方の境から杉苗の穴を掘り始めました。実にまっすぐに、実に感覚正しくそれを掘ったのでした。賢獣の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えていきました。その時、野原の北側に畑を持っている平次が、キセルをくわえて懐手をして寒そうに肩をすぼめてやってきました。平次は百姓も少しはしていましたが、実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました。平次は賢獣に言いました。やい賢獣、ここさ杉植えるなてやっぱりバカだな。第一、オラの畑は日陰にならな。賢獣は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが、言えないでもじもじしました。すると賢獣の兄さんが、平次さん、おはようがす、と言って向こうに立ち上がりましたので、平次はブツブツ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいました。その芝原へ杉を植えることを笑った者は決して平次だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでもない、そこは硬い粘土なんだ、やっぱりバカはバカだとみんなが言っておりました。それは全くその通りでした。杉は5年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたが、もうそれからはだんだん頭が丸く変わって、7年目も8年目もやっぱり竹が9尺ぐらいでした。ある朝、賢獣が林の前に立っていますと、一人の百姓が冗談に言いました。おーい賢獣、あの杉は枝打ちさないのか。枝打ちってのは何だい。枝打ちっつのは下の方の枝、なたで落とすのさ。オラも枝打ちするべがな。賢獣は走って行ってなたを持ってきました。そして片っ端からパチパチ杉の下枝を払い始めました。ところが、ただ9尺の杉ですから、賢獣は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした。夕方になった時は、どの木も上の方の枝をただ3、4本ぐらいずつ残して、あとはすっかり払い落とされていました。濃い緑色の枝は一面に下草を埋め、その小さな林は明るくガランとなってしまいました。賢獣はいっぺんにあんまりガランとなったので、なんだか気持ちが悪くて胸が痛いように思いました。そこへちょうど賢獣のお兄さんが畑から帰ってやってきましたが、林を見て思わず笑いました。そしてぼんやり立っている賢獣に機嫌よく言いました。おお、枝集めべ、いい焚物うんとできた。林も立派になったな。そこで賢獣もやっと安心して、兄さんと一緒に杉の木の下にくぐって、落とした枝をすっかり集めました。下草は短くてきれいで、まるで仙人たちが碁でも打つところのように見えました。ところが次の日、賢獣は納屋で虫食い豆を拾っていましたら、林の方でそれはそれは大騒ぎが聞こえました。あっちでもこっちでも号令をかける声、ラッパの真似、足踏みの音、それからまるでそこら中の鳥も飛び上がるようなどっと怒る笑い声。賢獣はびっくりしてそっちへ行ってみました。すると驚いたことは、学校帰りの子供らが50人も集まって、一列になって歩調を揃えて
その杉の木の間を行進しているのでした。全く杉の列はどこを通っても並木道のようでした。それに青い服を着たような杉の木の方も列を組んで歩いているように見えるのですから、子供らの喜び加減といったらとてもありません。みんな顔を真っ赤にしてモズのように叫んで杉の列の間を歩いているのでした。その杉の列には東京街道、ロシア街道、それから西洋街道というようにずんずん名前がついていきました。拳銃も喜んで杉のこっちに隠れながら口を大きく開いてはあはあ笑いました。それからはもう毎日毎日子供らが集まりました。ただ子供らの来ないのは雨の日でした。その日は真っ白な柔らかな空から雨のさらさらと降る中で、拳銃がただ一人体中ずぶ濡れになって林の外に立っていました。拳銃さん、今日も林の立ち番だなす。蓑を着て通りかかる人が笑って言いました。その杉には飛び色の実がなり、立派な緑の枝先からは透き通った冷たい雨の雫がポタリポタリと垂れました。拳銃は口を大きく開けては、はあはあ息をつき、体からは雨の中に湯気を立てながら、いつまでもいつまでもそこに立っているのでした。ところが、ある霧の深い朝でした。拳銃は、茅場で平次といきなり行き合いました。平次は周りをよく見回してから、まるで狼のような嫌な顔をして怒鳴りました。拳銃、貴さんどこの杉切れ。なしてな。おらの畑は日陰にならな。拳銃は黙って下を向きました。平次の畑が日陰になると言ったって、杉の陰が高で五寸も入ってはいなかったのです。おまけに杉はとにかく南から来る強い風を防いでいるのでした。切れ、切れ、切らないか。切らない。拳銃が顔を上げて少し怖そうに言いました。その唇は今にも泣き出しそうに引きつっていました。実にこれが拳銃の一生の間のたった一つの人に対する逆らいの言葉だったのです。ところが平次は人のいい拳銃などに馬鹿にされたと思ったので、急に怒り出して肩を張ったかと思うと、いきなり拳銃の頬を殴りつけました。どっしり、どっしりと殴りつけました。拳銃は手を頬に当てながら黙って殴られていましたが、とうとう周りがみんな真っ青に見えて、よろよろしてしまいました。すると平次も少し気味が悪くなったと見えて、急いで腕を組んで、のしりのしりと霧の中へ歩いて行ってしまいました。さて、拳銃は、その秋、チブスにかかって死にました。平次も、ちょうどその10日ばかり前に、やっぱりその病気で死んでいました。ところが、そんなことには一向かまわず、林にはやはり毎日毎日子供らが集まりました。お話はずんずん急ぎます。次の年、その村に鉄道が通り、拳銃の家から山頂ばかり東の方に停車場ができました。あちこちに大きな瀬戸物の工場や製糸場ができました。そこらの畑や田はずんずん潰れて家が建ちました。いつかすっかり町になってしまったのです。その中に拳銃の林だけはどういうわけかそのまま残っておりました。
その杉もやっと一畳くらい。子供らは毎日毎日集まりました。学校がすぐ近くに立っていましたから、子供らはその林と林の南の芝原とをいよいよ自分らの運動場の続きと思ってしまいました。拳銃のお父さんももう髪が真っ白でした。真っ白なはずです。拳銃が死んでから20年近くなるではありませんか。ある日、昔のその村から出て、今アメリカのある大学の教授になっている若い博士が15年ぶりで故郷へ帰ってきました。どこに昔の畑や森の面影があったでしょう。町の人たちも大抵は新しく外から来た人たちでした。それでもある日、博士は小学校から頼まれて、その行動でみんなに向こうの国の話をしました。お話が済んでから、博士は校長さんたちと運動場に出て、それからあの拳銃の林の方へ行きました。すると若い博士は驚いて何遍も眼鏡を直していましたが、とうとう半分独り言のように言いました。ああ、ここはすっかり元の通りだ。木まですっかり元の通りだ。木はかえって小さくなったようだ。みんなも遊んでいる。ああ、あの中に私や私の昔の友達がいないだろうか。博士はにわかに気がついたように笑い顔になって校長さんに言いました。ここは今は学校の運動場ですか？いいえ、ここはこの向こうの家の地面なのですが、家の人たちが一向構わないで子供らの集まるままにしておくものですから、まるで学校の付属の運動場のようになってしまいましたが、実はそうではありません。それは不思議な方ですね。一体どういうわけでしょう？ここが町になってから、みんなで売れ売れと申したそうですが、年寄りの方が、ここは拳銃のただ一つの形見だから、いくら困っても、これをなくすることはどうしてもできない、と答えるそうです。ああ、そうそう、ありましたありました。その拳銃という人は少し足りないと私らは思っていたのです。いつでもはあはあ笑っている人でした。毎日ちょうどこの辺りに立って私らの遊ぶのを見ていたのです。この杉もみんなその人が植えたのだそうです。ああ、全く誰が賢く誰が賢くないかはわかりません。ただどこまでも重力の作用は不思議です。ここはもういつまでも子供たちの美しい公園地です。どうでしょう。ここに拳銃公園林と名をつけて、いつまでもこの通り保存するようにしては。これは全くお考えつきです。そうなれば子供らもどんなに幸せか知れません。さて、みんなその通りになりました。芝生の真ん中、子供らの林の前に、拳銃公園林と彫った青い観覧岩の日が立ちました。昔のその学校の生徒、今はもう立派な検事になったり、将校になったり、海の向こうに小さいながら農園を持ったりしている人たちから、たくさんの手紙やお金が学校に集まってきました。拳銃のうちの人たちは本当に喜んで泣きました。全く全く、この公園林の杉の黒い立派な緑、爽やかな匂い、夏の涼しい影、月光色の芝生が、これから何千人の人たちに
本当の幸いが何だかを教えるか数えられませんでした。そして林は賢十のいた時の通り、雨が降っては透き通る冷たい雫を短い草にポタリポタリと落とし、お日様が輝いては新しいきれいな空気を爽やかに吐き出すのでした。英傑の朝、宮沢賢治。今日のうちに遠くへ行ってしまう私の妹よ。みぞれが降って表は変に明るいのだ。雨ゆじゅとてちてけんじゃ。薄赤く一層陰惨な雲からみぞれはびちょびちょ降ってくる。雨ゆじゅとてちてけんじゃ。青い純菜の模様のついたこれら二つの欠けた陶板にお前が食べる雨雪を取ろうとして、私は曲がった鉄砲玉のようにこの暗いみぞれの中に飛び出した。雨ゆじゅとてちてけんじゃ。草原色の暗い雲からみぞれはびちょびちょ沈んでくる。ああとしこ、死ぬという今頃になって私を一生を明るくするためにこんなさっぱりした雪の一晩をお前は私に頼んだのだ。ありがとう、私のけなげな妹よ。私もまっすぐに進んでいくから。雨ゆじゅとてちてけんじゃ。激しい激しい熱やあえぎの間からお前は私に頼んだのだ。銀河や太陽、危険などと呼ばれた世界の空から落ちた雪の最後の一晩を。二切れの御影石材にみぞれは寂しく溜まっている。私はその上に危なく立ち、雪と水との真っ白な二層形を保ち、透き通る冷たい雫に満ちたこの艶やかな松の枝から私の優しい妹の最後の食べ物をもらっていこう。私たちが一緒に育ってきた間、見慣れた茶碗のこの愛の模様にも、もう今日お前は別れてしまう。おらおらで一人えぐも。本当に今日お前は別れてしまう。あの閉ざされた病室の暗い屏風や蚊帳の中に優しく青白く燃えている私のけなげな妹よ。この雪はどこを選ぼうにもあんまりどこも真っ白なのだ。あんな恐ろしい乱れた空からこの美しい雪が来たのだ。生まれで来るだて今度はこたにわりゃのことばかりで苦しまないように生まれてくる。お前が食べるこの二晩の雪に私は今心から祈る。どうかこれが天上のアイスクリームになってお前とみんなとに清い糧をもたらすように、私のすべての幸いをかけて願う。よだかの星、宮沢賢治。
よだかは実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで下げています。足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません。他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へっ、また出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。まあ、あの口の大きいことさ。きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。ああ、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、タカという名のついたことは不思議なようですが、これは一つは、よだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方、とうとう鷹がよだかのうちへやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから、俺のくちばしや爪を見ろ。そして、よくお前のと比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば、俺と夜と、両方から借りてあるんだ。さあ返せ。鷹さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もし、あさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥のうちを一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。
だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、はあ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、つらい話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さなハムシが幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかの喉に入ってひどくもがきました。よだかはそれをすぐ飲み込みましたが、そのときなんだか背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ暗く、東の方だけ山焼きの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。そしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしました。よだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらいつらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さんこんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕、一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さん、どうしたんです？
まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛を揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。よだかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言っても、お日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながら、お日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど。ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星さんにそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな明かりと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を歌い続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏みとまってもう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなもんだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って、北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。
余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼け死んでも構いません。わしは王風に言いました。いや、とてもとても、話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲う時するようにブルッと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシ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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚まして、ブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ました。そうです、これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか登っているのか、逆さになっているのか上を向いているのかもわかりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたってよだかははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてよだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。ザ・ナレーターアカデミー。これまでになかったオンラインナレーションスクール、現在受講生募集中。講師は久保田仁をはじめとした現役プロナレーターたち。終了後は実力次第で仕事に結びつくシステムも。声の仕事をしたいあなた、ナレーターアカデミー人福で検索。セロ引きの豪手、宮沢賢治。豪手は町の活動写真館でセロを引く係でした。けれども
あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学種の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。楽長が怒鳴りました。セロが遅れた。とてててて、ティー。ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小節から、はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたように、わざと自分の笛へ目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次、はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金具塚地だの里親の丁稚なんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それに、どうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ、溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。好奇ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュは、その粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して、自分だけたった一人、今やったところを、初めから静かに、もう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といっても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、
ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行ったのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴー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 弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。宝珠君か？ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、スーッと扉を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと？ゴーシュが聞きました。これ、おみやです。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。行ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのトロメライを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ引きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠れないんです。生意気だ生意気だ生意気だ。ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では弾くよ。ゴーシュは何と思ったか、扉に鍵をかって窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して明かりを消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと？トロメライ、ロマンチックシューマン作曲。猫は口を拭いて澄まして言いました。そうか、トロメライというのはこういうのか。セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく口を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと扉へ体をぶつけましたが、扉は開きませんでした。猫はさあこれはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、
目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやりだしました。先生、もうたくさんです、たくさんですよ。ゴーシュですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐる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 ゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきました。さあこれで許してやるぞと言いながらヨーヨーやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。ははあ、少し荒れたね。セロヒキは言いながら、いきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って、頭でドンとぶつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロ、逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよバカ。セロヒキは扉を開けて、猫が風のように茅の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっと清醒したというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎてもゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコツコツ叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からボロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコウでした。鳥まで来るなんて何のようだ。ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。カッコウ鳥は澄まして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だと、お前の歌はカッコウカッコウというだけじゃないか。するとカッコウが大変真面目に、え、それなんですけれども難しいですからねと言いました。難しいもんか、お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところがそれがひどいんです。例えばカッコーとこう泣くのと、カッコーとこう泣くのとでは聞いていてもよほど違うでしょう。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私らの仲間ならカッコーと一万言えば一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるか。え、
外国へ行く前にぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか。先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいな。そら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、ドレミファソラシドと弾きました。すると格好は慌てて羽をバタバタしました。違います違います、そんなんでないんです。うるさいな。ではお前やってごらん。こうですよ。格好は体を前に曲げてしばらく構えてから、格好と一つ泣きました。なんだい、それがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響曲も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろ。セロ弾きはまたセロを取って、カッコー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 と続けて弾きました。するとカッコーは大変喜んで、途中からカッコーカッコーカッコーとついて叫びました。それももう一生懸命体を曲げて、いつまでも叫ぶのです。ゴーシュはとうとう手が痛くなって、こら、いい加減にしないかと言いながらやめました。すると格好は残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっと格好かくかっ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 かと言ってやめました。ゴーシュがすっかり怒ってしまって、こら鳥、もう用が済んだら帰れと言いました。どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようだけれども、少し違うんです。なんだと？俺が貴様に教わっているんではないんだぞ。帰らんか。どうか、たったもう一遍お願いです。どうか。格好は頭を何遍もコンコン下げました。では、これっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。格好は、くっと一つ息をして、では、なるべく長くお願いいたします。と言って、また一つお辞儀をしました。嫌になっちまうな。ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。すると格好は、またまるで本気になって、格好、格好、格好、と体を曲げて、実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちにふっと、なんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかな、という気がしてきました。どうも弾けば弾くほど格好の方がいいような気がするのでした。えい、こんなバカなことしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか、とゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。すると格好はどしんと頭を叩かれたようにフラフラっとして、それからまたさっきのように、格好格好格好カカカカと言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、なぜやめたんですか。僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ、と言いました。何を生意気な。こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指さしました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。では、お日様の出るまでどうぞ。もう一遍、ちょっとですから。格好はまた頭を下げました。黙れ、いい気になって、このバカどりめ。出ていかんと、むしって朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはどんと床を踏みました。
すると括弧はにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけてバタッと下へ落ちました。なんだガラスへ、バカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また括弧がバッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けた時、括弧は起き上がって何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、括弧は下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたら、いきなり括弧は目を開いて飛び抜きました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは 2,3 枚ものすごい音をして砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後、括弧が矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、扉が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこでその扉をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、こらタヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているかと怒鳴りました。するとタヌキの子はぼんやりした顔をしてきちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらくたって、タヌキ汁って僕知らないと言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてクタクタと煮て俺様の食うようにしたものだと言いました。するとタヌキの子はまた不思議そうに、だって僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよと言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ、俺は忙しいんじゃないか、それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだ。ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ愉快な馬車屋って、ジャズか。ああ、この符だよ。タヌキの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか。ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思ってチラチラそっちを見ながら弾き始めました。
するとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってからでないと音が出ないような気が昨夜からしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。とゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。では、もう一遍弾いてくれますか？いいとも、弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は、今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。あ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを引いて、明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけて、お入りと言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れてちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないのでゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは何を笑われたろうというようにキョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生お慈悲に直してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。ゴーシュは少しムッとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生のおかげでウサギのおばあさんも治りましたし、タヌキのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気なんぞ治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は言うべきで楽隊の真似をしていったがね。ゴーシュは呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれぐらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって
もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて。なんて不幸せな子供だろう。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると？どういうわけだそれは。野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい、ここらの者は病気になるとみんな先生のおうちの床下に入って治すのでございます。すると治るのか？はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば家へ帰ってから治る方もあります。ああそうか、俺のセルの音がゴーゴー響くとそれがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ、やってやろう。ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅう糸を合わせて、それからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます、どこの病院でもそうですから。おっかさんの野ネズミはキチガイのようになってセロに飛びつきました。お前さんも入るかね。セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐらしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい？落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？いい、うまく落ちた。子供のネズミは、まるで蚊のような小さな声で、セロの底で返事しました。大丈夫さ。だから泣き声出すなと言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソディとかいうものを、ゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなったふうで、もうたくさんです。どうか出してやってください。と言いました。なんだ、これでいいのか？ゴーシュはセロを曲げて、穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見ると、すっかり目をつぶって、ブル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 震えていました。どうだったの？いいかい気分は？子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったまま、ブル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 震えていましたが、にわかに起き上がって走り出しました。ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来て、しきりにお辞儀をしながら、ありがとうございます。ありがとうございます。と、とうばかり言いました。ゴーシュは何がな、かわいそうになって。おい、お前たちはパンは食べるのか？と聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにキョロキョロあたりを見回してから、いえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくとも私どもはおうちの戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながらどうしてそれを運びに何度参れましょう、と言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ、その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうバカのようになって泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから、大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。はあ、ネズミと話をするのもなかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいました。
それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へ、みんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。首尾よく第六交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がきっとなって答えました。いけませんな、こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。では学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい郷士君、何か出て弾いてやってくれ。私がですか。ゴーシュはあっけに取られました。君だ君だ。バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ出て行きたまえ、学長が言いました。みんなもセロを無理にゴーシュに持たせて戸を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。ゴーシュがその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。わーっと叫んだものもあるようでした。どこまで人をバカにするんだ。よし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュはすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。それから、あの猫の来た時のように、まるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが聴衆はシーンとなって一生懸命聞いています。ゴーシュはどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。扉へ体を何遍もぶつけたところも過ぎました。曲が終わると、ゴーシュはもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では、学長はじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思って、みんなの間をさっさと歩いていって、向こうの長椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けてゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、ゴーシュは思いました。ところが学長は立って言いました。ゴーシュ君、よかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。一週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたら、まるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれるんじゃないか、君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、とゴーシュに言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。
それから窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思う遠くの空を眺めながら、ああ格好、あの時はすまなかったな、俺は怒ったんじゃなかったんだ、と言いました。オツベルと象、宮沢賢治。ある牛飼いが物語る。第一日曜、オツベルと来たら大したもんだ。稲こき機械の6台も据え付けて、のん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 と恐ろしない音を立ててやっている。16人の百姓どもが顔を丸っきり真っ赤にして、足で踏んで機械を回し、小山のように積まれた稲を片っ端からこいていく。藁はどんどん後ろの方へ投げられて、また新しい山になる。そこらはもみや藁から立った細かな塵で、変にぼーっと黄色になり、まるで砂漠の煙のようだ。その薄暗い仕事場をオツベルは大きな琥珀のパイプをくわえ、吸い殻を藁に落とさないよう目を細くして気をつけながら、両手を背中に組み合わせてブラブラ行ったり来たりする。小屋は随分頑丈で学校ぐらいもあるのだが、何せ新式稲こき機械が6台も揃って回っているから、のん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 振るうのだ。中に入るとそのためにすっかり腹がすくほどだ。そして実際オツベルはそいつで上手に腹を減らし、昼飯時には6寸ぐらいのビフテキだの、雑巾ほどあるオムレツのホクホクしたのを食べるのだ。とにかくそうしてのん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 やっていた。そしたらそこへどういうわけか、その白象がやってきた。白い象だぜ。ペンキを塗ったのでないぜ。どういうわけで来たかって？そいつは象のことだから、多分ブラッと森を出て、ただ何となく来たのだろう。そいつが小屋の入り口にゆっくり顔を出したとき、百姓どもはぎょっとした。なぜぎょっとした？よく聞くね。何をしだすか知れないじゃないか。かかり合っては大変だから、どいつも皆一生懸命自分の稲をこいていた。ところがそのときオツベルは、並んだ機械の後ろの方で、ポケットに手を入れながら、ちらっと鋭く象を見た。それから素早く下を向き、何でもないというふうで今まで通り行ったり来たりしていたもんだ。すると今度は白象が片足床に上げたのだ。百姓どもはぎょっとした。それでも仕事が忙しいし、かかり合ってはひどいから、そっちを見ずにやっぱり稲をこいていた。オツベルは奥の薄暗いところで両手をポケットから出して、もう一度ちらっと象を見た。それからいかにも退屈そうにわざと大きなあくびをして、両手を頭の後ろに組んで行ったり来たりやっていた。ところが象が威勢よく前足二つ突き出して小屋に上がってこようとする。百姓どもはぎくっとし、オツベルも少しぎょっとして、大きな琥珀のパイプからふっと煙を吐き出した。それでもやっぱり知らない風でゆっくりそこらを歩いていた。そしたらとうとう象がのこのこ上がってきた。そして機械の前のとこをのんきに歩き始めたのだ。ところが何せ機械はひどく回っていて、もみは夕立かあられのようにパチパチ象に当たるのだ。象はいかにもうるさいらしく、小さなその目を細めていたが、またよく見ると、確かに少し笑っていた。
オツベルはやっと覚悟を決めて、稲こき機械の前に出て、象に話をしようとしたが、その時象が、とてもきれいな、うぐいすみたいないい声で、こんな文句を言ったのだ。ああ、だめだ。あんまりせわしく砂が私の歯に当たる。全くもみはパチ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 歯に当たり、また真っ白な頭や首にぶっつかる。さあ、オツベルは命がけだ。パイプを右手に持ち直し、度胸を据えてこう言った。どうだい？ここは面白いかい？面白いね。象が体を斜めにして目を細くして返事した。ずっとこっちにいたらどうだい？百姓どもははっとして息を殺して象を見た。オツベルは行ってしまってからにわかにガタガタ震え出す。ところが象はケロリとして、いてもいいよ、と答えたもんだ。そうか、それではそうしよう。そういうことにしようじゃないか。オツベルが顔をくしゃくしゃにして真っ赤になって喜びながらそう言った。どうだ。そうしてこの像はもうオツベルの財産だ。今に見たまえ、オツベルはあの白像を働かせるか、サーカス団に売り飛ばすか。どっちにしても、万円以上儲けるぜ。第二日曜。オツベルと来たら大したもんだ。それに、この前、稲こき小屋でうまく自分のものにした象も、実際大したもんだ。力も20馬力もある。第一、見かけが真っ白で、牙は全体きれいな象牙でできている。皮も全体立派で丈夫な象皮なのだ。そしてずいぶん働くもんだ。けれどもそんなに稼ぐのもやっぱり主人が偉いのだ。おい、お前は時計はいらないか？丸太で建てたその象小屋の前に来て、オツベルは琥珀のパイプをくわえ顔をしかめてこう聞いた。僕は時計はいらないよ。象が笑って返事した。まあ、持ってみろ。いいもんだ。こう言いながらオツベルは、ブリキでこさえた大きな時計を象の首からぶら下げた。なかなかいいね。象も言う。鎖もなくちゃダメだろう。オツベルと来たら、100キロもある鎖をさ、その前足にくっつけた。うん、なかなか鎖はいいね。見足歩いて象が言う。靴を履いたらどうだろう。僕は靴など履かないよ。まあ履いてみろ。いいもんだ。オツベルは顔をしかめながら赤い張り子の大きな靴を象の後ろのかかとにはめた。なかなかいいね。象も言う。靴に飾りをつけなくちゃ。オツベルはもう大急ぎで400キロある分銅を靴の上からはめ込んだ。うん、なかなかいいね。象は二足歩いてみてさも嬉しそうにそう言った。次の日、ブリキの大きな時計とヤクザな紙の靴とは破け、象は鎖と分銅だけで大喜びで歩いておった。すまないが、税金も高いから、今日は少し川から水を汲んでくれ。オツベルは両手を後ろに組んで顔をしかめて象に言う。ああ、僕水を汲んでこよう。もう何杯でも汲んでやるよ。象は目を細くして喜んだ。その昼過ぎに、50だけ川から水を汲んできた。そしてナッパの畑にかけた。夕方、象は小屋にいて、10羽の藁を食べながら、西の3日の月を見て、ああ、稼ぐのは愉快だね。さっぱりするね。と言っていた。
すまないが、税金がまた上がる。今日は少し森から焚き木を運んでくれ。オツベルは、房のついた赤い帽子をかぶり、両手を隠しに突っ込んで、次の日象にそう言った。ああ、僕焚き木を持ってこよう。いい天気だね。僕は全体森へ行くのは大好きなんだ。象は笑ってこう言った。オツベルは少しぎょっとしてパイプを手から危なく落としそうにしたが、もうその時は象がいかにも愉快な風でゆっくり歩き出したので、また安心してパイプをくわえ、小さな咳を一つして百姓どもの仕事の方を見に行った。その昼過ぎの半日に、象は900羽焚き木を運び、目を細くして喜んだ。晩方、象は小屋にいて、8羽の藁を食べながら、西の4日の月を見て、ああ、せいせいした、サンタマリア、と、こう独り言したそうだ。その次の日だ。すまないが、税金が5倍になった。今日は少し火事場へ行って、炭火を吹いてくれないか。ああ、吹いてやろう。本気でやったら僕、もう、息で石も投げ飛ばせるよ。オツベルはまたドキッとしたが、気を落ち着けて笑っていた。ゾウはのそのそ火事場へ行って、ベタンと足を折って座り、ふいごの代わりに半日炭を吹いたのだ。その晩、ゾウは象小屋で7羽の藁を食べながら、空の5日の月を見て、ああ、疲れたな。嬉しいな、サンタマリア。とこう言った。どうだ。そうして次の日から、ゾウは朝から稼ぐのだ。藁も昨日はただ5羽だ。よくまあ5羽の藁などであんな力が出るもんだ。実際、ゾウは経済だよ。それというのも、オツベルが頭が良くて偉いためだ。オツベルと来たら大したもんさ。第5日曜。オツベルかね？そのオツベルは、俺も言おうとしてたんだが、いなくなったよ。まあ、落ち着いて聞きたまえ。前に話したあの像を、オツベルは少しひどくしすぎた。仕方がだんだんひどくなったから、像がなかなか笑わなくなった。時には赤い竜の目をして、じっとこんなにオツベルを見下ろすようになってきた。ある晩象は象小屋で3羽の藁を食べながら10日の月を仰ぎ見て、苦しいです、サンタマリア、と言ったということだ。こいつを聞いたオツベルはことごと象に辛くした。ある晩、象は象小屋でふらふら倒れて地べたに座り、藁も食べずに11日の月を見て、もうさようなら、サンタマリア、とこう言った。おや、なんだって、さよならだ？月がにわかに象に聞く。ええ、さよならです、サンタマリア。なんだい、なりばかり大きくて、からっきし育児のないやつだな。仲間へ手紙を書いたらいいや。月が笑ってこう言った。お筆も紙もありませんよ。象は細いきれいな声でしく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 泣き出した。そら、これでしょ？すぐ目の前でかわいい子供の声がした。象が頭を上げてみると赤い着物の童子が立ってすずりと紙を捧げていた。象は早速手紙を書いた。僕は随分目に遭っている。みんなで出てきて助けてくれ。童子はすぐに手紙を持って林の方へ歩いていった。石井の童子がそうして山に着いたのはちょうど昼飯頃だった。この時山の象どもは
サラジの下の暗がりで碁などをやっていたのだが、額を集めてこれを見た。僕は随分目に遭っている。みんなで出てきて助けてくれ。象は一斉に立ち上がり、真っ黒になって吠え出した。オツベルをやっつけよう。議長の象が高く叫ぶと、おお、出かけよう。グララーガー、グララーガー。みんなが一度にこうする。さあ、もうみんな、嵐のように林の中を泣き抜けて、グララーガー、グララーガー。野原の方へ飛んでいく。どいつもみんな気違いだ。小さな木などは根こそぎになり、やぶや何かもめちゃくちゃだ。ぐわ、ぐわ、ぐわ、ぐわ。花火みたいに野原の中へ飛び出した。それから何の走って走って、とうとう向こうの青く霞んだ野原の果てに、オツベルの屋敷の黄色な屋根を見つけると、ゾウは一度に噴火した。グララーガー、グララーガー。その時はちょうど1時半。オツベルは川の寝台の上で昼寝の盛りでカラスの夢を見ていたもんだ。あんまり大きな音なので、オツベルの家の百姓どもが門から少し外へ出て、小手をかざして向こうを見た。林のような象だろう。汽車より早くやってくる。さあ、まるっきり血の気も失せて駆け込んで、旦那、象です。押し寄せやした。旦那、象です。と声を限りに叫んだもんだ。ところが、オツベルはやっぱり偉い。目をパッチリと開いたときは、もう何もかもわかっていた。おい、象のやつは小屋にいるのか。いる、いる、いるのか。よし、戸を閉めろ。戸を閉めるんだよ。早く象小屋の戸を閉めるんだ。よーし、早く丸太を持ってこい。閉じ込めちまえ。畜生め、バタバタしやがるな。丸太をそこへ縛りつけろ。何ができるもんか。わざと力を減らしてやるんだ。よし、もう五、六本持ってこい。さあ、大丈夫だ。大丈夫だとも。慌てるなったら。おい、みんな、今度は門だ。門を閉めろ。かんぬきを変え。突っ張り突っ張り。そうだ。おい、みんな心配するなったら、しっかりしろよ。オツベルはもう支度ができて、ラッパみたいないい声で百姓どもを励ました。ところがどうして百姓どもは気が気じゃない。こんな主人に巻き添いなんか食いたくないから、みんな、タオルやハンケチや汚れたような白いようなものをぐるぐる腕に巻きつける。降参をする印なのだ。オツベルはいよいよ躍起となってそこらあたりを駆け回る。オツベルの犬も気が立って火のつくように吠えながら屋敷の中を馳せ回る。まもなく地面はぐらぐらと揺られ、そこらはバシャバシャ暗くなり、象は屋敷を取り巻いた。グララーガー、グララーガー。その恐ろしい騒ぎの中から、今助けるから安心しろよ、優しい声も聞こえてくる。ありがとう、よく来てくれて本当に僕は嬉しいよ、象小屋からも声がする。さあ、そうすると周りの象は一層ひどく、グララーガー、グララーガー。塀の周りをぐるぐる走っているらしく、たびたび中から怒って振り回す花も見える。けれども塀はセメントで、中には鉄も入っているから、なかなか象も壊せない。塀の中には、オツベルがたった一人で叫んでいる。百姓どもは目もくらみ、そこらをうろうろするだけだ。そのうち外の象どもは、仲間の体を台にして、いよいよ塀を腰掛かる。だんだんニューッと顔を出す。そのしわくちゃで灰色の大きな顔を見上げたとき、オツベルの犬は気絶した。さあ、オツベルは打ち出した。6連発のピストルさ。ドーン。
グララーガー。ドン。グララーガー。ドン。グララーガー。ところが弾は通らない。牙に当たれば跳ね返る。一匹謎はこう言った。なかなかこいつはうるさいね。パチパチ顔へ当たるんだ。オツベルはいつかどこかでこんな文句を聞いたようだと思いながら、ケースを帯から詰め替えた。そのうち、象の片足が塀からこっちへはみ出した。それからもう一つはみ出した。五匹の象がいっぺんに塀からどっと落ちてきた。オツベルは、ケースを握ったまま、もうくしゃくしゃに潰れていた。早くも門が開いていて、グララーガー、グララーガー、象がどしどしなだれ込む。牢はどこだ？みんなは小屋に押し寄せる。丸太なんぞはマッチのようにへし折られ、あの白象は大変痩せて小屋を出た。まあよかったね。痩せたね。みんなは静かにそばに寄り、鎖と糞道を外してやった。ああ、ありがとう。本当に僕は助かったよ。白象は寂しく笑ってそう言った。おや、君、川へ入っちゃいけないったら。ザ・ナレーター・アカデミー。これまでになかったオンラインナレーションスクール、現在受講生募集中。講師は久保田仁志をはじめとした現役プロナレーターたち。終了後は実力次第で仕事に結びつくシステムも。声の仕事をしたいあなた、ナレーター・アカデミー人福で検索。どんぐりと山猫。宮沢賢治。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。金田一郎様、9月19日、あなたはご機嫌よろしいほで結構です。明日面倒な裁判しますからおいでんなさい。飛び道具持たないでくなさい。山猫はい。こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまって、うち中飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーっとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども一郎が目を覚ましたときはもうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山はみんなたった今できたばかりのようにうるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を神の方へ登っていきました。透き通った風がざーっと吹くと、栗の木はバラバラと実を落としました。一郎は栗の木を見上げて、栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。栗の木はちょっと静かになって、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んで行きましたよ、と答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいな。とにかくもっと行ってみよう。栗の木、ありがとう。栗の木は黙ってまた実をバラバラと落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になってゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。
一郎は滝に向いて叫びました。おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい？滝がピーピー答えました。山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ。おかしいな。西なら僕の家の方だ。けれども、まあもう少し行ってみよう。笛吹き、ありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下にたくさんの白いキノコがどってこどってこと変な楽隊をやっていました。一郎は体をかがめて、おい、キノコ、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。するとキノコは、山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。と答えました。一郎は首をひねりました。南ならあっちの山の中だ。おかしいな。まあ、もう少し行ってみよう。キノコ、ありがとう。キノコはみんな忙しそうに、どってこどってこと、あの変な楽隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると、一本のクルミの木の小杖を、リスがぴょんと飛んでいました。一郎はすぐ手招きしてそれを止めて、おい、リス、山猫がここを通らなかったかい？と尋ねました。するとリスは木の上から額に手をかざして一郎を見ながら答えました。山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んでいきましたよ。南へ行ったなんて二とこでそんなことを言うのはおかしいな。けれどもまあもう少し行ってみよう。リス、ありがとう。リスはもういませんでした。ただクルミの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒なカヤの木の森の方へ、新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登っていきました。茅の枝は真っ黒に重なり合って、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして、汗をポトポト落としながらその坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色のカヤの木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に、背の低いおかしな形の男が、膝を曲げて手に皮むちを持って、黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行って、びっくりして立ち止まってしまいました。その男は片目で、見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のような変なものを着て、第一、足がひどく曲がってヤギのよう、ことにその足先ときたらご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんか？するとその男は横目で一郎の顔を見て口を曲げてニヤッと笑って言いました。山猫様は今すぐにここに戻っておであるよ。お前は一郎さんだな。一郎はぎょっとして一足後ろに下がって。ええ、僕一郎です。けれどもどうしてそれを知ってますか？と言いました。すると、その奇怪な男はいよいよニヤニヤしてしまいました。そんだら、はがきみだべ。
見ました。それで来たんです。あの文章は随分下手だべ、と男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、さあなかなか文章がうまいようでしたよ、と言いますと、男は喜んで息をハーハーして耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて風を体に入れながら、あの字もなかなかうまいか、と聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事しました。うまいですね。五年生だってあのくらいには書けないでしょう。すると男は急にまた嫌な顔をしました。五年生っていうのは尋常五年生だべ。その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。いいえ、大学校の五年生ですよ。すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにしてニタニタ笑って叫びました。あのはがきはわしが書いたのだよ。一郎はおかしいのをこらえて、全体あなたは何ですか、と尋ねますと、男は急に真面目になって、わしは山猫様の馬車別当だよ、と言いました。その時風がどうと吹いてきて、草は一面波立ち、別当は急に丁寧なお辞儀をしました。一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が黄色な陣羽織のようなものを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているな、と一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとお辞儀をしました。一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは。昨日ははがきをありがとう。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。こんにちは、よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きたばこの箱を出して、自分が一本加え、いかがですか、と一郎に出しました。一郎はびっくりして、いいえ、と言いましたら、山猫は応用に笑って、ふふふ、まだお若いから、と言いながら、マッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて、青い煙をふーっと吐きました。山猫の馬車別当は、気をつけの姿勢でしゃんと立っていましたが、いかにも、タバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。その時一郎は足元でパチパチ潮のはぜるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見るとみんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも聞かないようでした。わー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 、みんな何か言っているのです。あ、来たな。蟻のようにやってくる。おい、さあ早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこの床の草を枯れ。山猫は巻きたばこを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな鎌を取り出して、ザックザックと山猫の前の床の草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わー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 言いました。
馬車ベッドが今度は鈴をガラン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 と振りました。音は茅の森にガラン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 と響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は川口を二三遍ヒューパチヒューパチと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実にきれいでした。裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。いいえ、違います。丸いのが偉いんです。一番丸いのは私です。大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。そうでないよ。私の方がよほど大きいと昨日も判事さんがおっしゃったじゃないか。ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。もうみんなガヤ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 言って、何がなんだかまるで蜂の巣をつっついたようで、わけがわからなくなりました。そこで山猫が叫びました。やかましい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。別当がムチをヒューパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。するともうどんぐりどもが口々に言いました。いえいえ、ダメです。なんと言ったって頭の尖っているのが一番偉いのです。いえ、違います。丸いのが偉いんです。そうでないよ。大きなことだよ。ガヤ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 、もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。黙れ、やかましい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。別当がムチをヒューパチッと鳴らしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。いえいえ、ダメです。頭の尖ったものが。ガヤ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 、山猫が叫びました。やかましい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。別当がムチをヒューパチッと鳴らし、どんぐりはみんな静まりました。山猫が一郎にそっと申しました。この通りです。どうしたらいいでしょう。一郎は笑って答えました。そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカでめちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕お説教で聞いたんです。山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取ってシュスの着物の襟を開いて、黄色のジンバウリをちょっと出して、どんぐりどもに申し渡しました。よろしい。静かにしろ。申し渡しだ。この中で、一番偉くなくて、バカで、めちゃくちゃで、点でなっていなくて、頭の潰れたようなやつが、一番偉いのだ。どんぐりはシーンとしてしまいました。
それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで五六遍鞭をヒューパチヒューパチヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで一分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもはがきが言ったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。承知しました。お礼なんかいりませんよ。いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからははがきに金田一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか。一郎が、ええ、構いません、と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらくひげをひねって目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。それから、はがきの文句ですが、これからは、用事これありにつき、明日出頭すべし、と書いてどうでしょう。さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。山猫は、どうも言いようがまずかった。いかにも残念だというふうに、しばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。それでは、文句は今までの通りにしましょう。そこで、今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩鮭の頭と、どっちをお好きですか？金のどんぐりが好きです。山猫は、鮭の頭でなくてまあよかった、というように、口早に馬車別当に言いました。どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったら、メッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。別当は、さっきのどんぐりをマスに入れて、測って叫びました。ちょうど一升あります。山猫の陣羽織が、風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は、大きく伸び上がって、目をつぶって、半分あくびをしながら言いました。よし、早く馬車の支度をしろ。白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。さあ、お家へお送りいたしましょう。山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒューパチー、馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従ってどんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も別当もキノコの場所も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと山猫はいというはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。お相手は久保田仁でした。